先ほど湯巡りしました。愛林館から、車で、わずか5分で、岩手の奥座敷、花巻南温泉郷に佇む、一軒宿、山の神温泉、有華苑に、到着しました。有華苑では、2箇所の、素敵な露天風呂を、満喫してきます。お家で温泉に行こう。Let's go to the hot spring at home.ステイホーム、お家で温泉に行こうは、有華苑です。花巻の奥座敷、花巻南温泉郷の中間に位置する山の神温泉、山の神様を祀る山住神社がこの地にあることから、そう名付けられたと伝わっています。宮大工が手掛けた有華苑は、全館に格子模様の合天井や、巧みな細工が施されており、木のぬくもりに包まれております。モダンな雰囲気あふれる、木漏れ日の湯の露天風呂では、桜をめでながら、化粧水のような、トロトロする極上の名湯に浸かることができ、落ち着いた気持ちになることができます。アルカリ性単純温泉の、温泉は、ほのかに硫黄のいい匂いがしますので、温泉気分が盛り上がります。湯船は41度くらいで、か、お、ありの、かけ流し温泉では、長湯しながら、トロトロ湯を堪能できます。有華苑の、pH 9.2 の、アルカリ性は、化粧水のように、トロトロしていて、クレンジング作用があるので、お肌がすべすべになるので、女性に人気のお宿なんです。訪問時、平成27年4月ですので、現在は、山の神温泉、和みの、湯が完成したり、形状並びに、日帰り入浴できる、湯船など、お宿に変更がございますので、
お越しの際には、最新情報を有価園の公式ホームページにてご確認願います。宮沢賢治が愛した花巻の星空や岩手が誇る雄大な大自然を存分に堪能することができる豊沢の湯大露天風呂は花巻温泉郷最大級の広さを誇っており、豊沢川の流れを感じながら圧倒的な爽快感を味わうことができます。有価園の pH9.2 のアルカリ性は化粧水のようにトロトロしていて、クレンジング作用があるので、お肌がすべすべになるので、女性に人気のお宿なんです。湯船は41度くらいで、ありの、かけ流し温泉では、長湯しながら、トロトロ湯を堪能できます。